で。プレジデント神羅。魔法を浴びた者の目か。君はソルジャーだな。元ソルジャーだ。ソルジャーは死ぬまでソルジャーだ。まあ役に立たなくなる者も多いな。ソルジャーのシーンで最も多いものは劣化による自己崩壊。データは非公開だが、ソルジャーなら皆知っている。もちろんだ。こっちは無視かよ。君の話はダラダラと長い。そんな予感がしてね。てめえらの悪行数え上げたらいくら時間があっても足りねえ。足りないと嘆く者ほど浪費する。そう、それよ。浪費について話そうじゃねえか。魔法の正体はライフストリーム。ライフストリームは星を流れる血。その血をシンナが吸い上げ浪費してる。このまま続けたら星はどうなる。はあ、吸い上げているのは確かに我々だ。だが浪費しているのは誰だろうな。魔法の本質など誰もが知っている。それでいて見て見ぬふりをしている。そう考えたことは。んなわけあるや。仮にそうだとしてもてめえらの洗脳だ。そんな魔法は使えんよ。さて、スラムの同結諸君、君たちは今から敵国軍隊の手先だ。市民の戦意を盛大に燃やしてくれ。軍隊だと？なんだそれ。ネズミどもには理解できない。お、何してやがる。いい、これは貴様らの作戦ではない。我々が入念に計画した戦意先導広報作戦なのだ。よって爆破のタイミングも。あ、シンラが決めた。てめえ。さあ、ショーの始まりだ。ミッドガル全市民の敵アバランチ。ブータイとの共謀による罪状は明らか。貴様らを即刻粛清する。全部大嫌い。あの時は守れなかったな。クラウド、ボサッとしてんなよ。頼りにしてるからよ。クラウド、大丈夫？問題ない。こっちは行けるか。おう、任せろ。Yeah!
Yeah!
Yeah.
叩き切って決めてやれ。
できるよ。悪く思う。絶対の関係よっ、一歩よろしく。一歩やあ、一歩やぶる。あ、一歩やあ、あ、一歩あ、一歩一歩やぶる。あ、一歩やぶる。やぶる。一歩よろしくね。そこ遠慮はいらねえ。たらふくくらえ。逃げんだろ。待てない。突き崩し貫き。やりなさい。よし、やっちゃおう。さあ、さあ、さあ、開けるぞ。さあ、逃げて。さあ、よっ。やぶる。逃げて。やぶる。そこ爆破するぞ。俺はいいから、ティファを。いろいろ悪かったな。これで終わりみたいな言い方をするな。クラード行くぞ。